皆さん、こんにちは。森崎アリスです。はい。ダイエット系動画は3日目になりました。結構取りだめして、すいません。えっと、今回の動画なんですけれども、ただの、ただのって言ったらあれだけど、お知らせ動画になります。私ですね、えっと、週に1回ぐらいでエステの動画を出していこうかなと思います。で、あの、おうちエステができるように、ちゃんとまあ、 自分であのここをこうしてリンパ流してとかあのそういう感じで、えーとまあ、みんなにも一緒にできるような、まあ、特殊メイクもそうなんですけどハウツー動画みたいな感じで一緒にみんなとやっていけるような動画を出したいなと思いますなので、えー、と次回からちょっと次回の、まあ、週1いつから始めるかはちょっとまだ分からないんですけどあのー、週1ぐらいでエステの動画を。 出そうかなと思ってますで、あの、まあ、9月になったら、ちょっと一回そのエステの動画はお休みをいただこうかなと思ってるんですけど、それっていうのは、あの、9月から、あの、ハロウィンに向けてですね、いろいろ特殊メイクを研究したくて、私の中でちょっといろいろ決めているものがあって、あの、ネタ探しの旅に出たいので、8月中にエステの動画を何回か出したいなと思ってます。あの、顔だったり、 まあ、顔と足とかね、ですかね。あの、一番。なので、三つぐらいエステの動画出せたらなと思っておりますので、皆さんお楽しみにしててください。なので、今日の動画はお知らせという形でですね、そういう動画を出させていただきました。あの、二日続けて、この森り,りの、あの、寝巻き状態、あの、その <laughs>、寝巻き状態とか地元感をちょっと出して申し訳なかったんですけれども、多分もう、今日はね、三日目だからさすがにね、 血膜炎治ってると思うんだけどね次からちょっとちゃんと私のこのいつものお目目の私を <laughs> 披露できたらいいなと思うんですけどちょっと本当にねちょっと目マジで痛くてちょっとやばいですよねちょっとね右目がずっと痛くてゴロゴロしてるんです最近ちょっとやばくて本当にやばいあこれだて眼鏡じゃないですよちなみに私これ取ったら何も見えないです本当に何も見えない何も見えない <laughs> 0.03しか視力ないからのでこれだけの動画だとなんか申し訳ないからお知らせ動画プラスちょっとじゃあ質問1個あのー、やりたいと思いますあのそれ目,目に関しての質問なんですけどアリスちゃん普段どこでカラコンとか買ってるんですかっていう質問をいただくんですけど私基本的にネットかドンキですねなのであのー、カラコンって言ってもね私あ本当に決まったあのものしか使ってなくて 前紹介したリルムーンだったりとかカーブがやっぱりこのすぐにねこうやって痛くなっちゃう目なのでカーブがすごく大事でカーブがなんかちょっと違ったりとかしてるともうすぐ傷ついちゃったりとかするから,からあんまりこうなんて言うんだろうなカラコン入れない方がいいかなと思ったりとかもするんであの本当になんだろうな普通のコンタクト入れてる時もディファインみたいな普通のコンタクト入れてる時もあるんですけど 基本的にはそうですねカラーコンはあのネットかドンキですねでもネットってさあんまりなんか怖いからドンキとかの方がいいのかなって思ったりもするけどネットもちゃんと安心したサイトだったら全然大丈夫だと思うけどなんかこう何て言うんだろう海外から輸入とかになっちゃうとちょっと怖いからね特殊メイクとかも海外から輸入とか多いから結構気をつけて買ってるんですけどなのでそんな感じで。 あの私のコンタクトはドンキかネットです。<laughs> 基本的には。あとはですね、あのー、なんでそんな二重なんですかっていう質問があったんですけど、これはチョイスをするか迷ったんだけども、私ね、太っててもね、太ってなくても二重なんですよね。わかるかな、これ。わかりますかね。こでもね、今、具合悪いからちょっと見えになってるのわかりますこっちは二重なんだけど、こっち見えになってるのちょっとここの。 目頭あたりがちょっと見えになっててあのすごい具合悪い時はほんとこっちだけ見えになってたりとか。 あのね本当に目がね毎回自分でも見てわかる感じであー今日具合悪い日だなとかちょっとわかるぐらい多分ね過去の動画とかをこう遡って見ていくとすっごい具合悪いですっていう日は見えになってたりとかねする日とかあって自分でもほんとびっくりするぐらいあのむくみが半端ないここのむくみがでも昔からあんまりここのわかるからほらこのなんかね皮膚が薄いんですよねななのでここに肉が乗ららいから あんまりその1 0 5キロまで太ってた時もそんなになんか目にはね肉乗ってなかったと思います肉若干は乗るよさすがに乗るんだけどでもなんかそこまで目元的にはねそんな変わってないかなと思いますはいということで今日は もう本当にただのビログのビログのビログな感じであのお知らせな動画だったんですけれども、えっと、8月中はそういう動画を、まあ、最低でも12本は出したいなっていう目標ではいて9月から、えっと、特殊メイクをちょっと。 また上げ出すのであのグロイのとかがもうグロイサムネが増えていくと思うんですけど本当にグロイサムネ嫌いな子はモザイクかけてこうもモザイクかけてみてくださいはいということで盛り上げりでしたおやすみなさい皆さんまたねツイッターインスタンドのユーパーインのアイディは横に書いてありますぜひチェックしてみてください最後まで一度動画を楽しみに バイバーイ。Bye bye.